8年目なんですけど、初めてコピーした曲とか、なんか当時練習していた曲とかを聞くと、あー、この時このリズムがめっちゃ苦手で嫌いやったなとか。頑張ろうって思ったから、今回もこの曲聴いて頑張ろうみたいな、そういう曲を今日ここで演奏します。